オッターハウンドは、イングランド原産のセントハウンド犬種の一つである。犬種名は、カワウソの猟犬を意味し、川沿いを嗅ぎ回ったり、冷たい川の中に入って、獲物の匂いを群れで追跡し、カワウソを見つけた。かつては、オッタードッグとも言った。1859年に出版された。最初期の記録として、13世紀のジョンシッチオーが、オッターハウンドの群れを連れて狩りをしたとされる。 歴代のイングランド王の中でも、エドワード2世、ヘンリー6世、エドワード4世、リチャード3世、ヘンリー7世、ヘンリー8世、エリザベス1世、チャールズ2世は、オッターハウンドマスターの称号を有していた。古い犬種であり、作出の過程は定かでない。初期には、冷たい川にも喜んで飛び込み、集団で川嘘を見つけ出す、様々な容姿、性格の犬が、 オッタードッグやオッターハウンドと呼ばれていたとみられ、グリフォン・ニベルネ、サザンハウンド、ブラッドハウンド、フォックスハウンド、エアデール・テリア等の血を引いているとされる。犬種が確立されるうちに寒さと水に強い紐を持ち、水かきが発達して泳ぎがうまく非常に鋭い嗅覚を持つハウンドとなった。この時期には狩猟犬として使われていたため、小ドッグとなることを嫌い。 ケネルクラブ等には登録されなかった。イングランドで川の汚染や乱獲などにより、川ワウソの頭数が激減した結果、1970年代には、川ワウソ量は、スタレ、川ワウソは1979年に保護動物に指定された。このため、飼料目的での繁殖は、スタレ、ハンターの多くは犬を処分したため、オッターハウンドの数も激減し、絶滅が危惧された。一方で、 消毒や家庭犬として新たに注目されることにもなり、犬種標準がケネルクラブに登録されることとなった。1974年には国際畜犬連盟に正式登録されている。ややがっしりとした体格のセントハウンドである。体高はオス61から6 9ンチメートルメス58から6 7トルで、体重はオス34から5 2ラム メス29から4 5ラムの大型犬。足は太めで長く指には水かきがついている。マズルは中ぐらいの長さで耳は縦に曲がった独特の形の垂れ耳で尾は垂れを。コートは厚いロングコートで防寒性と発水性に優れている。トリミングをせずに3年以上かけて自然に伸ばす。毛色はブラックタン、ウィートンなど。 眉毛と口ひげがあり、ふさふさしている。性格は明るく、愛情深く、活動的である。英力に非常に長け、数時間は連続で泳ぎ続けることができる。また、嗅覚が優れていて、散歩中でも匂いを追跡していきたがる。運動量は多めで、時には泳がせてあげる必要もある。かかりやすい病気は、大型犬にありがちな股関節形成不全。 コートが目に入って起こりやすい目疾患、過剰な湿気で地肌が群れて起こりやすい皮膚病などがある。イギリスで2016年に登録された新生死は40匹で、全世界での飼育頭数も800匹に過ぎず、英国原産種でありながら絶滅も危惧される状況となっている。ありがとうございます。